中国地震台モーによると、8日午前1時45分、中国の西部に位置する、青海省の解放チベット族自治州で、マグニチュード 6.9 の地震が発生しました。地震の数秒前には、夜空を照らす強い光が、監視カメラに映っていました。その直後に、2つの物体が飛び出しました。この奇妙な現象に対して、今のところ明確な答えはありませんが、一部のネットユーザーは、地下核実験との関連性を疑問視しています。